小淵沢オリーブ教会の皆さん、 YouTube をご覧の皆さん、はじめまして、ゴスペルシンガーの三浦舞子と申します。今日はこのようにアーティストチェーンに誘ってくださって感謝いたします。またこの素晴らしい企画を通して主の皆が崇められることをお祈りしております。さて最近の、私はですね、ぼちぼち歌を歌い始めている感じなんですけれども、このコロナ禍にあって聖書をゆっくり読む時間がありました。そして、最近語られているのが、なんと殉教というワードなんですね。この殉教というワードは、すごく重たい雰囲気がこう漂っているなと思っていたんですけれども、実はこう自分が、持っているものを主に差し出したり信頼したりする一つ一つの作業がこの殉教につながっていくのかなということを最近思わされています。そして今回、サックス奏者の、小口理恵さんが、紹介してくださったんですけれども、実は私と理恵さんの間に一人紹介してくださった女性が間にいらっしゃるんですね。その方の、お証をちょっとさせていただきたいと思います。彼女はですね、OL さんなんですけれども、自分が帰る帰り道にスーパーがあって、その隣にいつも同じホームレスの人が座ってたんですね。そしてそのホームレスの方の前を通るたびに、主よどうぞこの方を守ってくださいという感じで心の中で祈って通り過ぎていたんです。そしたらある時に主が、あなたができることをしなさいということを語られました。そして私にできることは何だろう、私も経済的に、そんなに、潤っている方ではないですけれども、お弁当を買ってあげることはできるかもしれませんということで、そのスーパーでお弁当を買って、このホームレスの方に渡しました。そこから、その方との交わりが始まり、ある時は半額弁当をお渡ししたり、そしてある時は一緒に食べたり、そしてその間にイエス様のお話をしたりして、約1年間その生活が続いたんですね。そして2020年6月にコロナの10万円給付金の話が出ました。そしてこの方はもらえないのだろうかということで、住所を探してあげて役所に問い合わせて、本当に、ありとあらゆる、ヘルプを彼女が、そのホームレスの方にしてあげました。で、10万円の給付金は間に合わなくてもらえなかったんですけれども、この時の苦労が、花となり、この方は年金をもらえる人だったということが分かったんですね。そしてまたその手続きをし、今はなんとその方はお家もあり、食べるものもあり、自分で生活することができている、そのようになりました。私はこの話を聞いて、本当に5つのパンと2匹の魚のイエス様の奇跡の話を思い浮かべました。弟子たちは、5つのパンと2匹の魚しかありませんと言われましたけど、イエス様にとってこれはしかではなく、少しのからし種でもあれば、増やすことができる、これはもう神様が増やすんだというこの信仰、彼女の、本当にこのニレプタの女性のようなこの信仰が、イエス様の御心として叶った奇跡だということを、覚えて、私は本当にこの証を、聞いて励まされて、また自分も証人として歩んでいきたいなと、強められました。まさに本当にこれが、殉教なのではないかなというふうに思わされました。それでは、今から詩編23編を歌にした、曲を聴いてください。たとえ死の影の谷を歩いたとしてもという曲です。どうぞ。Thank you.
ございます。三浦舞子でした。いかがでしたでしょうか。次回のアーティストチェーンは私の大親友の矢崎風花ちゃんにバトンを回したいと思います。小淵沢オリンピック協会の皆さんの上に豊かな祝福がありますようにお祈りしてます。